皆さん新年明けましておめでとうございます。創作よくチャンネルは3周年を迎えることができました。今年もですね、皆さんにたくさん見ていただける動画を作っていきたいと思いますので、本年もよろしくお願いいたします。というわけで今年一発目の動画になるんですけれども、まあ、昨年の締めの動画も化石の2020年の総括をやったんですけれども、新年一発目の動画もですね、化石の話になります。いわき市アンモナイトセンターの体験発掘、今年はですね、1月2日から早々と体験発掘が始まったわけなんですけれども、まあ、先日、体験発掘行ってきまして、まあ今回、まあ、今週末はちょっとね、まあ、2日3日と体験発掘あるうちの、まあ、2日しかちょっと初版の上で参加できなかったんですけれども、まあ別にそのね、1日だけその動画をわざわざ作るっていうことはなくてもいいんじゃないかと、まあ、当初は思ってはいたんですけど、まあいざ体験発掘やってみたらですね、これはもう年一で、いい感じの成果が出たんじゃないかっていうくらいのものがね、新年早々出たもんですから、まあ、今回ちょっとね、特別に今動画を作ろうかなと思って今カメラを回してるんですけれども、新年の1月2日の体験発掘場、まあ、こんな感じの、写真になるんですけれども、まあ、午前中はですね、若干風はあったんですけど、まあ、こう日差しが、結構暖かくて、気温は3度くらいでしたけど、まあ、日差しのおかげでもうちょっと暖かく感じてましたよね。はい。で、まあ、昨年の11月からずっと掘り続けている場所、まあ、この丸の中ですけれども、この辺をまだずっと、掘り続けていたわけですけれど、まあ、午前中はですね、あんまりなんかこう、サメの歯も出ないし、なんか珍しいものも出ないなっていう感じで、まあ、昨年の、掘り納めがちょっとしょぼかったんで、まあ、何か結構いいもんが出ないかなと思って掘ってたところ、というわけでこのアンモナイトのアナゴオドリセラスのかけらが出てきたわけですよね。はい、まあ、ここにこれ2つありますけれども、こっちはまあいわゆるアンモナイトのこの一番端のところ、このカーブしてるところですね、カーブしてるところがこう出てるかけらで、こっちはまあ完全に6のまあ一部分だけっていう感じだったわけですけれども、でまあ午前中はこれだけだったんですけど、まあこれが出たところっていうのはこの殻の部分をこう下にしてこう出てたわけですけど、まあこうさらにこう奥の方にねこう続いてるんじゃないかなっていう感じがしたわけですけど、ただアンモナイトがもし断面で出てくると、まあこういう感じの楕円形のね、この外周の殻の部分がこう見える楕円形のこう、ね、断面が見えたりするんですけど、それがなかったんで、まあもしかするとまあここで終わりかなっていう感じもしたんですけど、まあとりあえず、まあ、奥に続いてるんじゃないかなと思ってね、ゴムの部からまあ奥の方へ掘っていこうとしていたわけですけれども、でお昼の間にちょっとこの2つのかけらのうち、こっちの大きい方のかけらですね、こっちをまあ見ると、まあ、この側面のところにさらにこのちょっとアンモナイトの6っぽいものが見えたんで、
もうちょっと綺麗にクリーニングしてみようと思って、あの釘でね、ハンマーでこうカンカンカンと打ち込んでいたらですよ、というわけでこの空のところなんですけど、そこの、まあ、裏側の方をちょっとハンマーでガツガツと釘を打ち込んで、掘っていたら、その裏側にですね、なんとこれちょっとキラッと光ってるのが見えるかなと思うんですけど、はい、ちょっとピントは合わないかな、ちょっとね、まあまあこの辺ちょっと写真出しますけど、ヘキサンカス、まあ、カグラザメの歯なんですよね、これね、はい、ここにこうキラキラキラって3つくらい光ってるのが見えるかなと思うんですけど、うん、ただこれカグラザメの歯としては、この一番メインのところがいわゆる鋸歯といって、こう若干ノコギリ状のギザギザが入ってる歯があるんですけど、それがこれはないんで、多分その一番メインのところの歯が飛んじゃってるやつかなとは思うんですけど、まあ下にはね、このちょっと歯根の名残がありますけど、まあここはちょっとそのクリーニングした時に衝撃でバラバラになっちゃったのかなとは思うんですけど、上の歯はですね、これ一応4つこう並んでいるのが見えます。はい、このヘキサンカスの歯なんですけど、まあ、自分がこのアンモナイトセンターに初めて行った2018年の3月末の時に、まあ本当にビギナーズラックというか、単純に運が良かったのが分かりませんけど、その時に出して以来、まあ、2回目ですね、ヘキサンカスを出すので、午後の部だったんですけれども、そのこのからの続きをこう掘るために、まあそのどこまで奥にこう例えばこう円盤状にアンモナイトがこう入ってたとして、どこまで奥があるかっていうのが分からなかったんで、まずはその周りをこうぐるっとこうね、広く掘る必要があったわけですけど、それをまずこうやっていくっていうところで、最初はこう見えてた部分、まあ、少しずつ掘っていったら、まあ一応脱出機があるっていうのは分かったわけですけど、そこの奥の方にちょっとまだこう土というか、まあ、石がかぶってるんで、そこの表面の、石をまず剥がしていって、どこまで一応奥があるかっていうのをね、調べながらやってたら、まあ、20分ぐらいかかっちゃったわけですけれども、まあ、大体この奥の部分が分かったところで、さらにちょっとこの上の方をですね、周りをぐるっと掘らないとちょっと奥まで掘り進められないんで、それをまず掘っていったわけですね。
向こうこんな大きいじゃん。おお、あいい。割れないように今さん頑張ってね。どうやれたんすか。うわ、すげえ。穴も穴も。うわ。うわ、うなぎの方が好きですけど。マジで。ああ、残ってますね。おお、埋まってんだ。いいですね。というわけでこんな感じでね、綺麗に取れたわけなんで、でそれをですね、クリーニングしたものがじゃじゃんとこちらに、まあ非常に立派なサイズのアナゴオドリセラスなわけですけど、まあ、こっちがいわゆる表面になって、まあ、こういう風に見えてたわけで、ゴム部のちょっとね、掘り出す作業の最初の時にちょっと掘り方がやばくて、この2箇所ぐらいちょっとタガネが刺さっちゃったところがあるので、まあ、そこの殻はねちょっと失われちゃってますけど、まあこの裏側、いわゆる下側になってた方がね、こんな風に綺麗に殻が残ってますね、はい、若干これ光沢あるのは保護処理してあるんで、まあ樹脂の薄い膜が張ってる分若干光沢が強くなってますけど、まあほぼほぼ、まあ、こんな感じの殻をしてたんじゃないかという感じですね。で、まあサイズ的には、まあ、これ全体のだいたい、まあこう4分の1くらいだったと思うんで、これまあ直径としてはまあ20センチくらいあった、結構大きなアナゴドリセラスだったんじゃないかなと思いますね、はい。で、昨年の10月にもですね、アナゴドリセラス出てるんですけど、これですね、はい。まあ、これと比較して、まあ、こっちは、まあ、このサイズでだいたい全体の2分の1くらいかなと思うんで、まあ、直径としてはまあ15センチ弱くらいのものかなと思うんですけど、まあ、それとこのピースが、ね、もうこの時点で同じサイズなので、まあ、直径はこっちは20センチ以上あったんじゃないかなと思うわけですね、はい。でこの殻の、まあ、午前中に出たかけらっていうのは、ちょっとこっちのね、ちょっとここが欠けちゃってるところがあるんですけど、多分この辺にこう、こういう風にくっついてたと思うんで、で、その殻のすぐ裏にこの、サメの歯があったということは、もしかしたらこのアモナイト君は、サメに襲われちゃって、ここにね、この、サメの歯がこう食い込んじゃって残ってたんじゃないかというちょっと妄想もできるわけですけど、まあアモナイトセンターの職員さんに聞いたら、まあそれはないんじゃないかなっていう話だったんですけど、まあアモナイトはね、あの中生代に来てたモササウルスとか、まあ大きいサメとかには捕食されてたという話らしいんで、まあ、あながちありえない話ではないかなとは思うんですけど、まあでもヘキサンカス自体は深海のサメなんで、まあ深さ 2000m 級くらいまで深いところまではいたらしく、ただ餌を取るときはちょっと浅いところまでね上がってきていたという話もあるので、まあね、もしかするとサメちゃんに襲われたアモナイトの殻なのかなっていう妄想も、まあ、とりあえず、自分だけしておきます。はい、というわけですね、今年の一発目の体験発掘で、まあ、いきなりこんな大きいアモナイトが、出せたし、その、まあ、完全に期待してなかったことですけど、こんな普段あんま見ないね、カムラザメ、ヒキサンカスの歯が出せたりで、今
正月は見て1日しか参加できませんでしたけど、まあこんなもんな突然連続で出たんで、まあ一応お腹いっぱいで満腹で、帰ってきたわけですけれども、まあね今年はもしかするとこれがピークになっちゃうかもしれないですけどね、今後ですね、発掘頑張って、どんどんいい稼ぎ出せるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。